皆さんこんにちは、オッキーです。春の花がようやく芽吹いてきた3月20日、歩いてミッドタウンのダイソンショールームまで行きました。ダイソンのショールームはロックフェラーセンターの数ブロック先、ハイブランドのブティックが立ち並ぶフィフスアベニューのハイソなエリアにあります。日本で言えば銀座の並木通りかな。家にある日本から持ってきたパナソニックの掃除機も購入してからすでに10年、ホースの傷んできたところをテープで補修して使っているというかわいそうな感じになってきたので、さすがにもう買い替えなくては。ダイソンのショールームは入店人数の制限をしていますので、入り口で並んで待ちます。斜め向かいはセント・パトリックス・カティドラル、セント・パトリック大聖堂の荘厳な姿が見えています。あ、ようやく入れるみたいです。この日はショールームで V11 トルクドライブという機種のデモを見せてもらったのですが、すぐに購入するかどうかを決められず、また歩いて家に帰りました。途中に通りかかったビルの工事現場、ここも半年後ぐらいに訪れたらまた様変わりしているのでしょう。様変わりという点では、かねてからグランドセントラル駅の西側に新しく建てていたワン・ヴァンデルビルトという高層ビル、ずっと工事の足場などで覆われていて、それにこの辺りに来ることもしばらくなかったので知らなかったのですが、いつの間にかこんなビルが建っていました。間近で見るとこんな感じ、なんだかとってもがっかりしました。だってあの荘厳なグランドセントラルターミナルビルの真横に建てるんなら、もう少し調和を考えてとかどうにかならなかったのかと思うし、このビル単体でのデザインもどうも好きになれず、なんだか残念な気持ちになってしまいました。地上の工事の足場が完全に取り払われれば、もう少しよく見えるのかも期待したいです。でもグランドセントラル駅がビルの谷間に埋もれた小さいお家みたいになってしまって、ちょっと悲しいです。グランドセントラル駅には来週末ビジターツアーに参加する予定です。駅の歴史や隠れた見どころなどを学んでいきたいと思います。帰り道でちょっとクリスピークリームドーナツに立ち寄って、留守番をしている大学生の娘へのお土産にドーナツを買いました。クリスピークリームは日本でも人気ですが、久しぶりに食べましたがふんわり軽くてやはり美味しかったです。1週間考えた末、ちょうど新製品も発売になると聞いたので、改めて3月27日にもう一度ダイソンストアに行きました。また入り口でしばし待って、やっと中に入れました。中はこんな感じ、すっきりしたデザインですね。それにしても人が少ない、店員も 1,2 名かな。空気清浄機やドライヤーなど未来感のあるアイテムが展示されています。掃除機はあっちの方にディスプレイされています。店内を物色しつつ店員さんの手が開くのを待ちます。あ、これが風の力で髪を巻き取ってカールするという例のすごくお高いカーラーですね。なんかすごいらしいと評判のヘアドライヤーもありますが、髪は短くしてしまったので私にはいらないな。掃除機は実際に最新機種の掃除機を触って試したり、説明と実演もしてもらったりで結局買うことになりました。帰り道はロックフェラーセンターの横を通って、良い天気で植栽も綺麗です。そして待つこと数日、届きました。開けてみましょう。じゃじゃーん、箱の中にはあれこれ付属品がたくさん入っているようです。立体的に組み上げた段ボールできっちりと梱包されています。説明書は入っていなかったので、ウェブサイトから購入者のアカウントを作って、そこで動画などでいろいろ使い方を見ることができました。翌日には別にサービスでつけてもらったスタンドも届いたので、こちらも開けてみました。掃除機をスタンドに立てるとこんな感じ。うちは賃貸のアパートメントなので、壁掛けできるようにする器具を壁に穴を開けて取り付けることをしたくなかったのです。ダイソンショールームでの購入時に
サービスで無料でつけてもらえるこのスタンドがあってよかったです。うまいこと玄関横のクローゼットに収まりました。クローゼットの中に電源のコンセントもあってよかったです。これでいつでもすぐに使えます。そうそう、掃除機の入っていた箱の中の梱包材は発泡スチロールではなく、すべて段ボール製でした。これがなかなか複雑によくできていて感心してしまいました。昔小学何年生とかについていた紙工作の付録みたいです。では使ってみましょう。まずは比較の意味で、今まで使用していたホースが悲しいことになっているパナソニックの紙パック式の掃除機、これも紙パックを変えたばかりなのでそれなりにちゃんと吸引するはずです。フローリングのところとカーペットのところをかけてみます。次にダイソン、ゴミタンクはきれいな状態です。ダイソンは音がうるさいという印象が昔はありましたが、それほどでもないですね。さあ、ほんの小さいエリアの掃除でしたが、結果はどうでしょう。なんと、こんなにゴミがしっかり溜まってる。このダイソンの掃除機には、オートとエコとブーストの3モードがあります。今はオートで使っていました。エコにすると電池の使用可能時間が長くなり、音も静かになります。では、ブーストにしてやってみましょう。今かけたばかりの同じ場所を、かなり力を入れて動かさないと、カーペットにすごく吸い付いている感じです。よいしょ。よいしょ。よいしょ。と。なんとなんと、さらにホコリが取れてる。まあでもカーペットもどんどん薄くなりそうではありますね。この機種にはもう一つ、目には見えにくい微細なホコリを照らしてくれる、レーザーライトのついたヘッドというのがあります。それに取り替えてみます。さすがに今きれいにしたばかりなので、あまり見えませんね。ではショールームのデモでもやっていたみたいに胡椒を撒いてみます。まあ照らしながらは楽しいけど、うん。パワーは申し分なしのダイソン掃除機ですが、いくつか不満な点もあります。やはり細かいところ、例えば戸棚の奥とかを掃除するときにはいくらアタッチメントを付け替えてもこれは小回りの限界があります。それに使用中ずっと引き金のようなボタンを押し続けていないとダメというのも非常に不便。布団圧縮に掃除機を使いたいとき、片手で掃除機をオンにしておきながら、もう片手だけで布団を平らにならすのは至難の業でしょう。なので、Amazon で見つけたこちらの備品を買ってみようかなと考えています。やっぱり同じことを考えている人はたくさんいるんですね。もう一点は、ゴミ捨てのとき、まずパイプを外すのですが、そうするとこのパイプの穴からホコリが少し落ちてくることがあります。この部分の弁がまだ改良の余地ありなのでしょう。まあそんな感じで、主婦の厳しい審査としては、パワー星5つ、かっこよさ、見た目星5つだけど、使い勝手やエルゴノミクスの観点からは星は3つかな。アタッチメントたくさんあればいいってもんでもないし、長いパイプと短いパイプを用意しなくても1本で伸縮できるパイプにしてよってちょっと言いたいです。まあとはいえ、新しい掃除機でお掃除も楽しくなりそうです。日本では年末が大掃除のシーズンですが、アメリカでは春がスプリングクリーニングでお掃除の季節。衣替えもして気分も明るく、家もきれいにして春を楽しみたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。動画へのコメント、いいねボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあまたねー。